同じ宿用でもすごく違うように見えるのはこの二面性を持ってる永瀬さんの晩婚です。結婚したら奥さんをとっても大切にされます。ただ遊びが好きなんです。家田翔子チャンネルへようこそ。今回は占いでございます。前回ですね、ナンバーアイの3人、占わせていただきました。たくさんの方ご覧いただいて、またコメントもたくさんいただきましてありがとうございました。今回は高橋海人さんと永瀬廉さんの、2人が本当にうまくやっていけるか、それと、お仕事今後、もう大活躍されておりますけども、これからもちゃんと活躍されていけるかどうか、将来のことなどを占っていきたいと思うんですが、私はお二人の不安なんですね。で特にですね、高橋海人さん推しなんです。5人の中で一番なんかこう遠慮がちというか、そういう、ちょっと前に出ないようなところ、その、ところが私はとてもいいなと心打たれております。それと新しく、エージェント会社の、代表になられる、福田敦史さんとの関係もちょっと、占っていきたいと思います。高橋海人さんは定宿です。生年月日は1999年4月3日です。この定宿、なんと平野翔さんと同じです。この定宿というのは二面性を持っております。だから平野翔さんと、高橋海人さんが同じ宿用でもすごく違うように見えるのは、この二面性を持ってる、そういうせいではないかなと私は思うんですけども、まず、柔らかくそして激しいという特徴を持っております。だから二面性ですよね。中国でいう動物にこの宿用を例えますとアナグマ、嫌なことはとぼけてしまいたいんだけども、ここが面白いところで とぼけきれないっていう、そういう性格なんですね。であと穴の中で過ごす動物でありますから、他の動物が入ってきたらすごい抵抗するんですね。反撃をするんです。他の人を入れないっていう、そういうところがありますので、永瀬さんと高橋さんがこれからも2人でガチッとやっていかれるんじゃないかなと私は思います。もっと詳しく掘り下げていきますと、竹を割ったような性格って短気でもあります。またズーズーしいところも実はありますが、二面性を持っておりますので、すごくズーズーしさもあるんですが、本当はものすごく思慮深いというところがあります。慎重派です。で、大きな野望を持ってそこに突き進んでいくんでなくて、小さな夢に向かって一つ一つ積み上げていく方のが上手にいくという、そういう宿用なんですね。それと定宿っていうのはもう姿形素晴らしく美しい整ってるという特徴があります。確かにかっこいいですよね。とにかく自由が好きなんですよ。束縛されちゃうと、こう押し付けられちゃうと嫌なんですね。だから常識とか、皆さんが考えるようなこう思いを押し付けられると、もうそれでわーっと、ストレスになってしまう。だから自由な状態にしてあげて、ご自分の信念を貫いていく、この形を、みんながさせてあげたらいいんじゃないかなと思います。愛想がとてもよくって、上からとても好かれます。でも高橋海人さん見ててお分かりのように、愛想がよくってすごく皆さんに気遣いされて心配りされているんだけども、二面性がありますから、本当は心の中では無理をされているようなところがあるかもしれなくて、ストレスを溜めてらっしゃるかもしれません。人の好き嫌いは激しいんです。本当はでも二面性がありますから、すごく皆さんとうまく付き合っていかれます。でも本当は好きな人とだけ行動したいなって、そういうようなところもあります。あとは慎重派で心配性、こういう細かい部分も
あります。意外なんですけども、戦うことに喜びを感じる宿用なんですね。戦いが好き、競争、そういうのが好き、でも自由が好きな部分があって、でも戦うところも好きっていう、こうまた二面性があったりもして、結構人から理解されるのに難しいかもしれません。とにかく賢いっていう、頭の回転も速い、そういうこともあります。革新と抵抗、この2つを備えながら、お仕事頑張っていかれてるんだと思います。その仕事なんですけども、芸能人向きです。皆さんの大衆相手がすごく向いてる、それと人気がいっぱいあって人が集まってくるって、そういう宿用ですから、まさに芸能界がぴったりです。すごく恵まれていて、でいろんなことをやっても何もかもうまくいくんですけども、ただ新しい商売はやらない方がいい、大きな野望を持ってどん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 詳細があって突き進んでいくタイプではなくって、先ほど申し上げたように小さなことを確実に積み上げていって、それでもうさらに伸びていかれる、そういう方だと思います。性分は非常に強いです。神仏の神様仏様の助けがいただけるんですね。努力をこれからも、されていけばさらに背中を押していただけるものだと思います。一生懸命お仕事をされます。ですから一生安泰だと思います。ただ努力をするっていうことが条件です。健康は体は大丈夫です。ただ多くの方に気配りをされたり、しておりますので、ストレスの方気をつけてください。それから、お仕事とても忙しいですから、これからも生活習慣病、これを気をつけてください。金運ですけども財運はあります。ただ人生の中で一度ドーンと落ちる時があります。落ちる時がありますが、この先にありますが、これは乗り越えられるだけの落ちる、そういう経験です。だから乗り越えたらもっと大きくなれますので、それは回避して逃げるっていうわけじゃなくって、受け止めてさらにご自分が成長するための壁だと思っていただけたらいいかと思います。恋愛とか結婚、結婚は遅いです。仕事とか自分の好きなことに夢中になってるので、それが先に行っちゃうので、結婚はとても遅いと思います。あと粘り強くって、とても我慢強くって、決めたことはちゃんとやるというそういう方なんですね。でもそれをきちっとやりたいがために、そのことを人に押し付けると、人がちょっと嫌だなと思っちゃったりするので、自分だけで粘り強く勝手に決めたことを貫くってことをされていただいて、人にはそれを強要しない、人は人の生き方があるってこと、これを尊重してあげてください。あとはもう今までの気配りとかでと真面目さで大丈夫だと思います。とても芸能界向きの宿用ですから、ますますこれから努力をされて大きくなっていかれるんじゃないかと思います。老宿です。読むのはいいけど書くのが難しい老宿。永瀬さんは1999年1月23日生まれです。まず特徴として病気が少ないっていうのがまず一番最初に挙げられてるんですよ。で、病気を治す方法、自己管理をする方法をよく知ってる。だから体のことがまずとても健康で安心ですよってことを言っております。それと辛抱強くって世話好き、多くの人に好かれる、もう芸能人向きですよね。で、すごく人から愛される。ただ自分の本心としては人との関わりが少ないですね。すごく愛されるのにプライベートでは関わりが少ないと、そういうふうに出ております。例えばその人と接するのにも、深くよりも浅く、そうやってお付き合いしていくようです。
慎重派で気のちっちゃいようなそういう一面もあります。さらに性格を見ますと自分の中身をあまり見せたがらないというところがあります。洞察力があって自分の中身をあまり見せないけど人のことはよく見ている。そしてすごく人に好かれるいい人というタイプがとっても多いのがこの宿用です。永瀬廉さんはとにかく行動が早いです。早くないと嫌なんですね。結果も早くないと嫌だ。とにかくさっとどこかにもうすぐ行動をする。今日思ったことはもう今日か明日に行動する、そういう方です。勘が鋭い。ただ勘が鋭いと言ってもここ面白いところでその勘が時々狂ってしまうことがある。勘を、信じすぎると違う方に行っちゃうこともあり得ますので、自分の勘プラス、いろんな情報なども収集してそれで判断をされてください。勘が鋭いからって思い込みしないようにしていただきたいと思います。中国で言います動物、コマ、コマっていうのは犬です。コマは賢いです。それとご主人様、リードされる方がいてこそ力を発揮できるので、自分がトップにならないでナンバーツーになる方がうまくいきます。ということは高橋さんがリードされた方のがいいのかなって、そういうように思います。決して高橋さんが主人とかそういうことじゃないんですけども、ナンバー2でしっかりと土台を固めるっていう、そういう基礎固めをされる方が永瀬さんには合ってらっしゃるのかなと思います。それと、犬ワンちゃんよく吠えますよね、喋りますよね。だから凝り性であったりちょっと粘り強さ、しつこさがあったりもします。それがいい風に使われていけば仕事を粘り強くやっていくっていうことができるかと思います。注意しなくちゃいけないのは頭を下げるのが苦手でも頭を下げてください。頭を下げないと横柄な態度って思われちゃうので、で華やかな方なので余計に頭下げないと横柄だなとか生意気だなって思われちゃうといけないので、本当ものすごくいい人なので、だから、頭を下げる努力をしてください。運勢なんですけども、年が重なれば重なるほど運勢が開けていく方です。高橋さんも田口さんも努力で、とても2人とも大望を抱かないで、でちっちゃなことを一つ一ついただいた仕事をしっかりと、やって積み上げていくって、そういうことをお二人とも運が開けるってなっておりますので、すごくいいペアではないかなと思います。金運大丈夫です。狛犬さんですからお金を集めるのが好きです。上手です。神社に行きますと狛犬さんの後ろにお賽銭箱ありますでしょ。だからお金は集まってまいります。だから心配はいりません。永瀬さんも晩婚です。結構、いろいろとご自分でやりたいことがあるので結婚は遅いでしょうと思います。結婚したら奥さんをとっても大切にされます。ただ遊びが好きなんですよ。奥さんは大切にするけど遊びも大好きというところがあります。それとあの人いいなとかそういうふうに思っちゃうことが多いので、その辺はよくコントロールして自分を制していただけたらと思います。でも家庭は大切にするので家庭が壊れるっていうふうではありません。二人の関係を見ましょうか。高橋海人さんと、永瀬廉さん。高橋海人さんが、まず、永瀬廉さんが老宿です。